にわ男子、大橋和也が標準語に苦戦、韓国スキンケアブランド ANUA の CM で、大橋和也、にわ男子、が韓国のスキンケアブランド ANUA、アヌアの CM キャラクターに起用され、これを記念した新 CM 発表会が本日10月1日に東京スパイラルホールで行われた。写真。 大橋和也の全身ホワイトコーデはこちら、ANUA の日本初となるテレビ CM、ANUA モーニングルーティン、編は本日10月1日に全国にて放送開始。CM では、優しく、強く、ANUA というブランドメッセージに沿って、大橋が朝の美容ルーティンをこなす過程で、 ANUA のドクダミ77スージングトナーを使用する。なお、大橋がスキンケアブランドの CM に出演するのはこれが初となる。CM キャラクターに就任した際の思いを問われると、大橋は最初はよっしゃ。と思いましたね。普段から ANUA さんの製品を使っているので、 これからいっぱい使っていこうと思いましたと笑顔を見せる。CM 撮影についてはめちゃくちゃ緊張しました。セリフが標準語だったので難しすぎて、と語りつついい感じでしょ。というセリフを何テークしたんやろっていう感じなので、そこをぜひ見ていただけると、とアピールした。ドクダミ77スージングトナーについては、 めちゃくちゃ肌に良くて、肌のバランスが良くなるんで、誰でも使える製品だなと思いますと絶賛。スキンケアのこだわりを聞かれると、しっかり保湿するということが大事。結構乾燥肌なのでドクダミ77スージングトナーを塗ってから乳液やクリームを塗った方がいいなと思っていますと明かした。大橋は最後に、 ぜひぜひいっぱい見てくださるとありがたいです。と CM をアピールして会見を終えた。